皆さんばんは、なのかです。今回もマインクラフトをやっていきたいと思います。で、前回の動画からだいぶ、整地とかが、ありまして、後ろに見える部分が、奥がリスポーン地点で、手前に、家を建てていこうかなっていう話になります。で、左にあるものは全くわかりません。はい。まあ、ということで今回からもう一人追加でやっていきたいと思います。じゃあ自己紹介お願いします。はい、どうも皆さんこんにちは、ローゲナワです。以上です。以上。はい。はい。じゃあまあ、うん。じゃあこんな感じで、完全ノープランで、今回は共同スペースの、家を建てていきたいと思います。思います。まず、これを説明してもらえるかな。このでっかいやつ。でもこれあんたもう触ったやろ。見たよ、うん、見たけど起動させたやろ一回、ね、うん、せっかくなんで説明してもらおうかなと。はい、まあこれはここはまあ家畜、まあ後で撤去するんやけど、うん、家畜を繁殖させるためのスペース。はいはいはい、メザー行ってオブザーバーとかが見つかったらソウルサンプとか、はい、まあ、こう撤去して、まあ、完全な自動化できるようにやろうかなってことで、とりあえずママはここで飼育してます。ここは何、どれ正道っていうか、まあ、正しい道でいいのこれは。何も正しくないけど、もうめんどくさくて俺が覚えた。あ、いいのか。で上が、で上がこれはもう自動化の、はいはい、自動化っていうか半自動なんやけど、そうなんだよね、触った時に、うん、あ、これ回収はやってくれるけど、あ、植えないといけないんだなと思って、村人で全自動式にやってもよかったんやけど、うん、サーバーへの負担がやばいかなと思って。あ、そうなんや。まあ、あんま俺も詳しくないんやけど、まあ、これやったら必要な分だけ取れるからさ、そんないらんやろ2人で。まあそうやね。そやで、まあ回収は全自動で植えるのだけやってもらおうかなって。でね、うん、これちゃんとここのボタンを押したらね、水をまいて、で水を止めるっていうのも自動でやってくれるんですよ。そう、下にいろいろね骨組みみたいなのがあったけどさ、うん、あっちに。そうそう、俺がおらん間にさ、一回この小麦触ったやん。うん。で、なんで人参とじゃがいもやらんのやろうと思って見たらさ、回路間違っててさ。うん、あ、そうなん？うん。いや、俺は小麦しか触ってない。あ、そうなんや。なんかやってみたら回路が合わんかったで、焦って直した。そう、この下に、いろいろあるんだけどさ。うん、あ、一回寝るか。うん。ちなみにもう一つ殻の場所あるやん。はい、殻があるね。あれは一応ビートルート用に。あ、寝れないした。ビートルートか。うん、ビートルートまだ見つかってないで植えてないけど。確かに見てない。で、竹と、なぜかサボテンがあるけど、これも栽培中。いや、それゴミ箱。あ、ゴミ箱なのか。蜂の巣、蜂生けてたのにさ、どっか行っちゃったんだよね。勘のいいわけは嫌いだよということで。あともう一つさ、うん、ね、もう一つ見てもらいたいんだけどさ。まあ待って、そっち行くわ。ああ、ね、こっち来てほしいんだけどさ。うん。そっち。ほいほい。そっちに何かあったっけ？ああ、はい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 。あれは、は、
や、あの蜂の巣からさ蜂蜜取るやん、うん、そうすると蜂が怒るわけよ。そうやね、うん、だから焚き火を焚いて怒られやんようにした。そしたらなんか蜂が出てこやんかな。へえ。実際なんか養蜂場みたいなさ、うん、もう作れるんじゃないの？うん、なんか一応作れるらしい。まあそれもおいおい作っていこうかなって、うん、まあ蜂はいないけどねそれな。さあ、まあじゃあ作っていきましょうか。うん、さあどんな感じにしようかな。一応準備はしてあるんだけど。あ、してあるの？すげえ。まああんまりそこそこだけどさ、うん、カシアかなとりあえず。そこにあるのね。あ、ほんまや、めっちゃある。ガラスもめっちゃあるよ。ガラスも一応準備しといた。で、下をとりあえず石にしてみたんだけど、石レンガ。うん。どうする？なんか、結局木とかにしてもいいんだけど。うん。まあ、とりあえず、1階にはなんか、おぉ、もうはっかりが立っとる。え、もうおしゃれなんやけど。ほい、ほい。抜く？抜く？これ見にくいってなんか抜けるやんかは。いや、そこはいいかな。針はそのままでいいから。うん。抜くとしたら針以外の部分かな。うん。どうしよっかな。まあ、俺一回部分なんか適当に内装作るわ。うん。どうしよう。そう。これがノープランである。これよね。どんな感じにしよう。え、待って、竹伸ばしすぎた？処理落ちか？お、お？お、やばいな、なんか。ああ、治った治った治った。一気に戻された。見晴らしのいいここら辺をちょっと外扱いにして、うわやばいな、やばいな。おお、一旦俺落とそうか。おお、サーバーから一旦抜けるわ。応答待機中になったんだ。おお、やべえ。どう？つか、なんか日中っていうかまあ時間が戻るから日もまた上がるみたいになっとる。なんでこんな重いんや？家畜が多いんかな。一応殺してくるわ。なんやろう。軽なったな。軽くなった。やっぱ牛か？牛とかか？畜が原因か？そうなんかな。やっぱあ、ちょっとカクついたけど。あ、もう一回聞くけどさ。うん。景観か、うん、デザインか機能性やったらどっち重視する？外見はデザイン？まあ外観っていうか外観、はい、外観はデザインでいいんじゃない？うん、中身じゃあ温泉作らんわ、ごめん。温泉いる？まあ2階3階どっかだったらいいよ。1階は機能性重視にしように。オッケー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 オッケ
ここいや、良くないこれ。あーそう、いや別に気に入らんかったらええけどさ。おなんかあえて肩にとらわれへん、なんやろ、あの圧迫感がある。あーそう、あーまあ確かにちょっと圧迫感強いか。あーなんか角のイメージあるからな。常識にとらわれない感じで。そうすると俺本棚階段状にするけど。エンチャントのレベルが足りません。アカシアがなくなった。早っ、取ってこないとな。まあまあいいんじゃないそれ。今やってることを簡単に紹介しよう。いいね。編集するってめっちゃ探すの大変やろうけど、あれどこで説明し始めたっけみたいな。まあ大体聞きながらやってるからいいけどさ。うん。で、そう、俺は別に、なんていうか、今は何やってるかっていう、釣り実況がメインなのかな。釣りと、うん、ガンジョンと、うん、ホラー。いて、ホラー、ホラーなんかやってたっけ。あーやってたな、周年会もやったっけ。 それはあの今新しく出たやつだね、うん、あとエバーフットだね。あーエバーフットがノーヒットのやつ見たわ。あれぐらいやったら割と簡単そうに見えたけど、あれは簡単。ああ。なん、まあ2、3回やればマジで普通に取れるんじゃないかな。もん、まあ問題は他のやつらないけど。なんならあの最初のカエルよりあれは簡単だからね。うん。早く終わらすことができる分、だいぶ簡単だと思う。じゃあ、ロゲナワさんのやってる内容を簡単に。あ、竹谷、石を焼くんや、また。俺はね、まあ、今、アラムっていう、リーグオブレジェンドのゲームモードの石を毎日投稿してて、そういうゲームモードが違うんやな。うん、なんか、うん、そうやな。なんか、うまく説明できやんけどさ。うん。それをやってて、まあ毎日投稿が終わったら今のなのかみたいな感じで自由に好きなゲームやろうかなって感じ。なるほどね、この村全然ベッドがない。どけ、寝たよ。はーい、今の時でも実況者の裏側を見てしまった。そんな強く言ってねえだろ。よし、どうも。竹めっちゃ伸びたけ。竹なんか寒くね。そう、俺竹見の近くやからあったかいわ。詰め込みすぎやろ。どう考えても詰め込みすぎやん。まだあるんですね。あれ、ここに置いたやつが消えた。またこれ出るときに絶対あちってなるからやめとこう。ここ寝よう。してるから今。あ、いや、お前剣で殴んなよ。
けいい作業部屋完成や、これで。おう。最高、この雑作業するためだけの部屋っていうの最高。それ誰も入れねえじゃん。こうやって入れるから。ミュージックスタート。どこで拾ってきたんだそれ。神曲や。強制的に BGM をこれにさせられるっていう。もう編集中、お前これしか使えないかな。なんか特別編ってわけじゃないからな。うるせえ。やっといてうるせんかよ。消さんのか。消すんか。修行じゃなかったんか。なんか下で儀式しとる。いや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 。じゃあこれ設定から。うん。サウンド設定でジュークボックスの音量を下げればいいや。そうやな。ミュージックスタート。俺もゼロにしたら需要なくなるぞ。なのかの方のベッドこっち持ってくる。止まった。うるさい。うるさいんか。どこでこの絵拾ってきたの？ああ、今作った。今作れる、作れるんや。うん。普通に羊毛と棒でいけるからさ。へえ。絵画の家になっちゃう。壁全面に貼り付ける？ピーチ状みたいになっちゃう。あれはどうやって作るんだっけ。どれ？あれ。あれじゃわかんない。あれだよあれ。ああ、あれか。あれはね、ダイヤ5個いるよ。多いな。そりゃあれやもん。ああ、これじゃない。間違えた。これだこれ。鎖を食べると食べる気。頭が良くなる。鉄分で賢くなると思うタイプ。よいしょ。なるほど。もうここに作業台4つ置いたよ。あるじゃんここに。遠いやんそこ。なんで固めたんだよ。樽も散乱してる。まあこれは後で撤去してもいいけど、とりあえずね。
8 おの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 そう、ランタンが足りないんだよね。何が欲しい？鉄。鉄？鉄塊じゃなく？鉄、あ、鉄塊でもいいよ。あ、鉄ここに腐るほどあるの？ある？まあなんか必要な分だけ持ってってくれ。そや俺レンガ持っとったらな。ちょっと階段作ってくるわ。うん。完成させてくるわ。オッケー。あ、意識台ここにあるわ。うわ便利。続きを軽くやっていこう。取る？うん、取ろっか。一応ね。ほとんど使わなさそう、なんか。1,2,3,4,5 ここ何しよっか。ここ何にする？ここって？ここの一角何部屋にする？あれを分散させたらいいんじゃないかな。俺これちょっと気に入っとんでこれは変えたくないです。周りを普通の石にしたい。ハーフブロックじゃやだ。こだわるね。いいんじゃないですか。うん、1階はこんな感じで結構いいとは思う。なるほどね。あっち。いやまあでもね、ここの圧迫感はね、俺もちょっと感じてるからね。これを横一列にもうちょいこっちに伸ばして、ここのブロックとここのブロックの一角をつなげるか。まあそれが。良さそうだね、じゃあどうしよっかな。正直今回はこんなもんでいいかなって感じはしてきた。2階以降は割ともう好きに作ってもらってもいいし、思ったより時間かかったからね。よし、ね、じゃあビフォーアフターする？ビフォー撮った？まあ映っとるか。なんということでしょう。なんてことをしてくれたのでしょう。匠がやるやつな。あ、匠連れてくればいい？それこそなんてことをしてくれたのでしょう。綺麗だったあの一角が。あーってなる。次の瞬間荒れ地にはなった、荒れ地になったではありませんか。なんてことをしてくれたんだ。はい、というわけでね。うわー編集むずいぞこれ。そう、あんまりね喋んなかったから、マジの 2,3 分動画とかになったらやばいな。どうしよう、まず外観軽く見てみる。せやな、まあ、豆腐。今のところ豆腐。竹の方が主張激しい。確かに、こっち見てたら目がいく。これさ、うん、竹植えたろうぜここに。あ、植えれへんわ。土に変えたらいけるんじゃない。じゃあ今回はこんな感じでいいですか。いいとも、いいと思います。じゃあ集合してください。は
じゃあはい、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。イエーイ。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回もって近いな。近いな。また次回もお楽しみに。え？あ、ごめん。次回の動画さ、ちょっと俺手動で撮らしてや。いいよ。うん。あ、来た。よいしょ。じゃあチャンネル登録等々よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあねー。痛い。